さやかちゃん、はい、今日はですね、はい、ゲストの回です。香川智くん、よろしくお願いします。最近ミニツアーで優勝したプロと同じスコアで回ったっていう子ですよね、うん、そのプロと同じスコアっていくつだったんですか？67です。67? 5アンダー、はい、すごい。ラウンドしながらね、いろいろ聞きながら凄さをお見せできればと思います。ここは何ヤードですか？154です。154、はい。何番アイアン？6番です。6番、はい。メナボードです。バンカー嫌ですね。その科学どんなところかな。ナイス。ダメ、うま、大丈夫大丈夫、耐えて。あ、ダメ、キック。いやー、惜しい。ナイスショットですけど、地地が誇ってきましたね。じゅんちゃんもいらっしゃいませしてもいいんですよ。そんなのやりまくってたらすごいですかね。私も香川くんと同じところ狙って、気をつけてください。じゅんちゃんも気をつけてください。ね、素晴らしい。香川くんってなんか打つ前のルーティーンとかあるんですか？あんま気にしてないです。あんま気にしてないんです、はい。
ね、香川くんのクラブセッティングを聞いていきたいと思います。紹介お願いします。ウェッジは58だと52度で調整したりしてピンで、はい、調整ってどういう調整なんですか。感覚で調整して、うん、あへアイアンがアイアンはピッチングから5番アイアン、クリクソン、はい、ウッドがウッドが2本とユーティリティ1本とドライバーです。シム、はい、これは何です。これテーラーメイドの M2 です。あ、長さとかってどうなんですか。ドライバーの長さはちょっと切ったぐらいです、うん、はい、同じくらいなのかな。あ、比較できる。あ、でも同じ、ちょっと、あ、私の方が長い、うん、1日ぐらい。うん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 。へえ。さっきフルパラで見たときに、あのシャフトカーボン、カーボンこれ、はい、カーボンですよね。はい、グラファイトだ。はい。グラファイト。どう。いいの？はい。いいの。S とか X とかは。どう。アイアンは S の75です。多分普通じゃ軽いです。軽いの。はい、フレーバーは、5S です。S? はい。そう、なんか、これは、昔の、そうですよね。スコッティのやつです。ロサンゼルスで、なんか、行ってたんで買いました。へぇー。買った場所もロサンゼルス。ロサンゼルス。ロサンゼルスさんです。はい。はい。以上です。はい、ありがとうございます。バイーンってなってたよ。今結構降った？普通。普通なんだ。普通です。しました。逆にそれで言うと振ったら体ついていかない。なんか今日めっちゃラッキーなんですけど。あ？今ですか？うん、普通です。深い。結構練習とかするんですか？いや、200球ぐらいです。あ、毎日？毎日だよね。あ、意外と、まあ、学校があるからかな。はい。あ、そうなんだ。じゃあ学校終わってから練習場行ってとかお家のか。はい。で200球ぐらい打つ。はい、何を一番練習するの？まんべんなくです。特にないです。なんか飛ばす練習とかもするのかなと思ったんだけど。特にない。ご飯いっぱい食べて。ご飯いっぱい食べて。何が好き？ご飯肉と寿司とラーメン。おお。肉と寿司と。
可愛い。可愛いね。お寿司美味しいよね。はい。はいとか言って。何が好き？お寿司の中トロ。おお。若いっていいね。やばい、かわいい。中トロ食べれないぞ。食べれないの？胃もたれしちゃいますもん。そうなの。一旦食べるけどね。あ、一旦食べますか、すごい。焼肉はやっぱカルビ。はい、カルビ。食べてるとこ見たいね。食べさせてあげたい。さやかちゃんどこ？あの出てるやつ？飛んでるじゃん。だからやっぱ普通です。163 7番人です。カカー君、うん、あれか、何ヤードぐらい？780ヤードぐらい差がありますね。あ、多分200後半は200後半50から280ぐらい飛んでるんじゃないですか。もっとかな。とりあえず私は165ヤードなので7番人です。乗りました。5万円です。はい、83ヤード52で。16度です。弱い？弱いよ。ノーオッケーです。ちょっと休憩です。休憩。休憩します。休憩。切れた。やばい、パターで曲線しそう。大丈夫。微妙に切れるところに切った。もう行くよ。ナイス。パーです。パーです。ありがとうございます。ありがとうございます。